勢力はこれだけだ。あなたもこのままレギオンの主力に狙われるのはごめんでしょ。こんな奴らじゃ列車の連中を食い止めるのは無理。安心して、週末中に生きてるから。タイミングが悪かったよね。素晴らしい時はやがて過ぎ去る。お別れの時間よ。もういいじゃない。で、さっきのはどこにあったの？座標は適当に決めた。こだわりはない。あのボイドレンジャーの行く先が気になるの？全然気にしてないわ。ただ何回見ても君のやり方って不思議だなって思っただけよ。現実データを修正している。さっきから何を見てるの？ヘルタのおもちゃ。例えばこの銃は標準。それのどこ？自分の点数が気になる。そう、左の扉の性格は、それが性格が、ヘルタ本物はあったことない。残念。この先は宇宙ステーションの中心エリア。半分のレギオンのボイドエンジンがたくさんいるはず。一瞬に、敵がリポートした。落ち着いて。このスピードで遅すぎる。
止まって。前に何かいるわ。餌にかかるなんてね。今度は私を楽しませてくれる？やがて過ぎ去る。お別れの時間よ。誰もいないわ。このロゴを見ると聞いたことない名前。性格はどこ？エリオの脚本に。私たちは。この宇宙ステーションには奇物って必要な手がかりは部屋にある端末設備を。分かったわ。君のパフォーマンスを見せ。宇宙ステーションの隅あったとしても探してても効率が悪い。もうこっちに来て。で、監視システム。シンプルだけど効果はある。これは奇物なんペルタってば。簡単なトリック。普通のホログラフィー通ってみましょう。媒体の準備ができた。あなたが決めて。エリオが言っていたわ。この選択は多くの変化をもたらすって。エリオはこの選択を下すのはあなたでないと言って、彼女に新しい名前をつける？そうね。残ってるの？少なくともあなたのことは覚えてる。
よかった。私を覚えて。聞いて。今とても混乱しているわ。でも、これらは重要じゃ。聞いて。これがエリオの予見。そして、君がたどり着く未来よ。気に入った。それだけは。君のそういう。もういいでしょ。脚本によれば、請求で。分かってるわ、銀狼。もう少し。もう時間みたい。選択の機会があるときに自分が後悔するようなこと。この時にまだ心拍脈拍。え？うちが？うち。待って、起きたよ。大丈夫？うちの声は聞こえる？それは相当まずいね。壊滅のナヌークの手下だよ。あん、うちらがすぐに侵入。主制御部分に戻るんだ。アスター所長。制御部分の近くに止まってるよ。お前はミツキと一緒、防衛課のアーランとの連絡。そっか。宇宙ステーションで日本の これらはいわゆる器物。ヘルタはこういうものを集めるだけ集めて使わないの。だからどれも埃をかぶってるの。意味わかんないよね。もう見てないで。ほら行くよ。
うちに出くわすなんてついてないね。動かないでね。今祝福してあげるから。うちがいるんだから負けないよ。始めようか。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。即決で行こう。ルールは破るためにある。うちのとっておきを食らえ。うちに出くわすなんてついてないね。よし、あんたの番だよ。うち今回は足を引っ張ってないでしょ。
よね。絶対にここに万能な。それは俺でも無理だ。なんでここにいるの？どうしてうちより早いの？別の通路を通ってアーランは監視室にいた。見つけたんだね。防衛課の責任者だ。じゃあ彼と合流し。即戦即決で行こう。騒ぎを起こしたくない。うちってばなかなかやるじゃないか。始めようか。やらず。うち今回は足を引っ張ってないでしょ。貴様たちは。そうだよ。ああ。ミスヘルタ。本部室。俺にも見当が。お嬢様。アスター所長はまず人員を。自分を責めるな。そうそう。ほとんどの人は避難したし、今の課題は主制御部分。だから。避難完了。お嬢様から俺を探すよう依頼されたとき、確か
どこにしまったか忘れちゃった。おい、キーが見つかったのか、こっちにある操作台で解除できる。行くぞ。待て、最上すまない、宇宙ステーションだから貴様らって。俺は思うように動けない。その心配は必要ない。そうだよ、半物質レギオン。半物質レギオンの侵入目的に心当たりはあるか、アラン。ミス・ヘルダの中心。生死虚実、一年のマナリ、同天剣家、聴無一角。ふっはっ、ほら、今真面目に行こうか。うちのとっておきを食らえ。騒ぎを起こしたくはない。